はい、どうも、皆さんこんばんは。ということで、今日も一のじゃない、また言っちゃった。今日の成長日記やっていこうかなと思うんですけども、これね、今朝の女の子チームなんですけども、下の子がね、めっちゃ可愛くてですね、左の子ね、この子。なんか寝そべりながらね、進んできたんですよ。あくびとかもしながらね。で、しばらくしたら、へそ横根を見せてくれたんですよ。へそ横根ってなんか、なんとなく僕が作ってるだけの言葉なんですけどね。へそ天の横バージョンみたいなね、感じで寝てくれたんですけども、今日はですね、まあ、ちょっとそのへそ横根の、お腹の部分、へその部分に、前回動画の映像を載せまして、ちょっと振り返っていきたいなと思います。なのでちょっと今前回の動画出てると思うんですけども、女の子チームがねハンバーガーの中におやつが隠されているところでおやつを探しながら遊んだというところですね。まあ詳しくは概要欄に貼っときますので、もしよかったらそちらも、楽しんで見てくださいということでやっていきましょう。はい、ということで一応ね、前回動画でも伝えましたけども、これワンちゃん用のノーズワークの商品なんですよ。なので、まあ、僕は今回ちょっとハムスターうちの子たちで遊んでみますけども、まあ一応おすすめとかはしません。まあ一応対象の動物が違うのでね、まあ別にフェルトでできてて何かこうハムスターに危ないものはないんですけど、まあ一応ね念のためということで。まあただしかし可愛いですよね。で、まあ前回動画でもおやつを隠してるところは、まあ前回動画で隠してるところとかはこんな風に隠しましたよみたいなことは入れたんですけども、バンズの部分とチーズの部分とお肉の部分、そしてこの、野菜の部分におやつをこうめくるとね隠すことができるっていう、そんな商品ですね。ノーズワークってさ、ワンちゃんが、自分の嗅覚を使っておやつを探して、自分の何て言うのかな、自分の考えで動いておやつを探して食べるっていう、そういう遊びの一環のものになりますね。まあなんかドッグスポーツって言ったりとかもしますね。まあ、今の説明、前回動画でも全く同じようなこと言ったんですけどね。まあこの動画が初見の方もいるかもしれないので、一応ちょっと補足情報として、言わせていただきましたと。ということで、男の子チームはね、ほんと可愛かったんですよ。まあ、女の子チームももちろん可愛かったんですけど、なんていうのかな。可愛いのよ。女の子チームは、こう、うわーっていっぺんに、こう、なんか食べ物をどんどん探してっていう感じなんですけど、男の子チームってコンビなんで、なんか二人で、なんかね、こう、なんだよ、なんだよ、そこになんかあんのかよ、みたいな、なんかちょっかいかけたりとかしながら、なんか探索して遊んでるみたいな感じなんですよ。で、夢中なのよ。で、なんていうか、女の子チームよりも、やっぱりこの二人ってちょっとマイペースなんですよね。そう、だから、かわいい。顔突っ込んでましたね。で、非常に見ててね、癒されるというか、ほのぼのするというかね。非常に可愛らしかったですね。で、今回実はね、撮影自体は男の子チームを先に撮影したんですよ。なんでかっていうと、男の子って、先に女の子チームを撮影してからやっちゃうと、女の子の匂いがするとね、結構、こう、気が散っちゃうというか、女の子の方の匂いを探しちゃうんですね。なので、男の子チームを先にやったんですよ。そうしたらです。映像見入っちゃって、喋る言葉が今、頭から出てこなかった。今、可愛かったですね。右上のところからさ、潜水艦みたいになんか進んできて、
ね、目標物の前になったら顔をプクって出してました、ね、可愛かったな今の。そうだから何を落としてたんですか僕今今僕は何を言おうとしてたんですかね。わかる方いますかね。あ、二人目も来てくれましたね。いや楽しんでるね、非常に可愛いね。そう、だからね、思い出した、多分これだと思う。女の子チーム撮影してた時、最初の方なんですけど、ほんのちょっとね匂いを嗅いでるシーンが実はあってね。そうだから女の子も多分この子たちの匂いをちょっと感じてたのかなと思いますね。そうだから逆にこの子たちが一番最初で、下の方を探してんのかわいい。そうだよね、中にあったからね、下かもしれないと思って。これは非常に賢いね。いや正解合ってるよその行動は。そうだよね、これ撮影してた時ちょっと気づかなかったですね。撮影してる時ってさ、そのカメラの画面ってあんまりしっかり見れないんですよ。この子たちの家に近くにあるし、でなるべく揺らさないようにとか他のことに意識いってたりとかするんで、今じっくり見てて分かりましたね行動が。いや非常に可愛らしかったですね。ということでここからは今朝の男の子たちの映像なんですけど、見てくださいこれ、これ毛づくろいしてるのめちゃくちゃ仲いいでしょ。こんな可愛いことある？朝からもう本当に微笑ましくなっちゃいましたよこの姿見て。可愛いね本当に可愛いね。もうこっちをサムネにしたいぐらいなんですけどね。まあ今日はまあね、ノーズワークの方がサムネにはなってると思うので、だここまで見てくれた、見てくださった視聴者さんにの絵の二宮くん入っちゃいましたね、視聴者さんへのプレゼントですねこれは。いや非常に可愛らしいね。でもね、ハウス届いたんですよ。なのでまあちょっとね、まあいろいろ秘密はあるんですけども、まあちょっと近いうちに動画になると思います。だからこの子たちももうすぐでお別れになるね。いやでも可愛いね、いい生活したね、いい、兄弟だったし、いい姉妹でいたね、最高だよ。ではまた明日の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。ありがとうございました。いつもご視聴ありがとうございます。